大家好、生まれは日本、育ちは香港、香港在住歴40年以上の日本語がちょっとおかしなケンタがお送りする香港ケンタチャンネルです。このチャンネルでは香港の三面記事的なニュースや香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。では早速やっていきましょう。さあ本日11月6日月曜日です。現在時刻7時19分です。本日最高気温30度、最低気温24度で晴れ時々曇りです。降水確率 20% で、まあ傘は必要ないかなという感じの天気です。ただね、昼間結構暖かいので、気をつけてお過ごしください。以上天気予報でした。続きまして香港ドル日本円相場やっていきたいと思います。現在の1香港ドルは19円10銭でした。続きましてビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻7時20分です。 BTCUSD の価格は 35,284 ドル50セントでした。さあ今日もゆるっとニュースをやっていきたいと思います。今日はですね、今週末と来週末はマカオグランプリですねという件について話していきたいと思います。今週末、マカオグランプリが行われます。今週末と来週末、11月の11日から12日、11月の16日から19日の期間でマカオグランプリが開催されます。毎年恒例のね、マカオグランプリなんですが、いやー今年もねついにやってきましたね。ちょうどね、一昨日カオルン城にいた時にね、広告をやってるトラックがね、ありね、マカオ観光局すごい頑張ってるなと思ったので、その時見かけたトラックが、まあ、こんな感じでした。でね、そのトラックのね後方の方にね映ってる、これ実はテレビなんですが、テレビでこんな感じでプロモーションビデオが編集されて映し出されてました。多分ね、以前に行われたマカオグランプリの、映像を使ったプロモーションビデオですね。ふと思ったんですが、最近ねテレビを見なくなったなぁと私思うんですね、自分自身がですね。でまあオンラインの広告もね、なんとかしてこう広告が現れないようにね、やっているようなこともいろいろね、YouTube なんか YouTube プレミアムに入ったりとか、あとはあのブラウザーとかもね、広告が出てこないようにね、ブレイブブラウザーとかを使ってね、広告を排除したりねして、見ているので、そうですよね、広告ってあんまり見なくなったなと思って、まあ街中にね、こうやってトラックでね、走らされたらね、まあ嫌でもね、見えてしまうのでね、いや、すごいなと思いました。なんかねすごいね、マカオの観光局の人たちが結構頑張ってるっていうのをすごく感じたっていう、そんな感じのニュースです。またね、私もね子供の頃よくねマカオグランプリに親に連れられて行っていたりとか、まあ、成人してからもね何度か見に行きました。まあ若い頃はねあんまりお金がないので、マカオグランプリのチケットをね中に入って見るチケット、結構高額なので買えないじゃないですか。なので、チケットを買わずにね、なんとかして見れる方法って、見れるところみたいなのをね、あちこち行ってね探したりとかしてですね。あとですね、ホテルもですね、いい部屋、マカオグランプリがねしっかりと見えるいい部屋をね、10人とかね、借りて、チェックインだけね2人でしてもらって、でその後そこにその部屋にね遊びに行くっていう、そういうスタンスでねみんなで行ってですね、10人とかね20人近くでかな、その部屋でねマカオグランプリを楽しんだっていうのもね、まあ懐かしい思い出にあります。やっぱりね、そういうこういうね F1 レースとかね、カーレース好きな方にとってはマカオグランプリ非常にいいイベントだと思うので、まだね本当見られたことない方、もしくはね、まあ、見たことあってもね、毎年行かれてる方、ぜひね今回のグランプリも見に行ってほしいなと思いました。まあいろいろとね香港でいろいろ起きてるんですが、やっぱ事故が最近多いなっていうのも感じるので、本当事故に巻き込まれ、事故、まあどう頑張ってもね防ぎようがないと思うんですが、事故にあった時に、大丈夫なようにですねシートベルトを締めたりとかですね、必ずバスとかのね手すりをちゃんと握っておくとかですね、自分のね体勢が崩れないようにね、するように、過ごしていただくのがいいのではないかなってすごく思います。さあもうね11月なのにねまだ暑い。街を歩くとね、うちの妻がね言ってたんですけど、観光客はねみんなね秋の格好してるんですね。でもね香港に住んでる住人はねみんな、夏ですね、夏の格好、半袖短パンなんていうのがね結構まだまだザラにいますし、まあそうですね、30度あればねもう全然まだまだ夏ですよね。海にも入れるんじゃないかなって私も思っちゃうぐらい暑いです。ということでね、香港にね、もしこの時期にね、訪れる方いらっしゃいましたら、11月は香港まだ夏なので気をつけてください。ただね、油断していると突然寒くなって、
着るものがないとかね、そういうのもあるので、冬になってしまっても大丈夫、まあ、冬っていうほどね寒くはならないんですけど、ちょっと暖かめの冬になっても大丈夫な、格好をねいつでもできるようにジャケット1枚、ユニクロのねライトダウンとかね、ああいうのをね用意しておくというのではないかなと思います。ということでね、本日のニュース以上です。このチャンネルではこういった香港の三面記事的なニュースや、香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいね評価で応援いただけるとすごく嬉しいです。ということでね、本日ここまでさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日を過ごしください。チョイキン、またね、バイバーイ。